クエゼリンにおけるインフラと RTS、司令部隊危険外迎撃ミサイル、2001年12月3日、メック島より打ち上げ、クエゼリン環礁で行われた、ピースキーパー弾道ミサイル実験で、大気圏再突入し落下する再突入体、ロナルド・レーガン弾道ミサイル防衛試験場は、太平洋のマーシャル諸島に存在する、ミサイル試射場。レーガン試験場やクエゼリン射場としても知られる。190万平方キロメートルの範囲と、クエゼリン環礁、ウェーク島、オール環礁のロケット射場が含まれる。主にアメリカのミサイル防衛と、宇宙開発の研究施設として使われている。レーガン試験場は、米軍クエゼリン環礁隊の司令下にある。多くの人員とインフラストラクチャーを持つ、ミッション管制センターは、マーシャル諸島のクエゼリン環礁に位置している。11島の環礁の島々は、マーシャル諸島共和国との長期貸借契約に、のっとって米軍が運用している。試験場で導入されている装置類には様々な追跡レーダー、常設型と稼働型のテレメーター、光学記録装置、HANTRU-1 海底ケーブルを通した安全な光ファイバー情報ネットワークなどがある。また、有人宇宙飛行や NASA の研究プロジェクトで追跡所としても使われている。弾道ミサイル実験、弾道弾迎撃ミサイル擁撃実験等の実験用射場として、また気象観測ロケットの打ち上げへ利用されているほか、スペース X 社がオメレク島を商用宇宙港として利用している。現在までに以下のような名前の変遷を経ている。ありがとうございます。